はい、どうもことです。今日はね、あのワンオクロックのザ・ウェイバックの解説をしていきます。でチューニングが、ドロップ C シャープですね、6弦が1音半下げの、後の弦が全部半音下げです。はい、で BPM が151です。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあイントロからやっていきます。はい、じゃあここの部分なんですけど、最初がパワーコードですね、開放の6弦5弦4弦です。で次がオクターブ奏法、これルートの音をフレットで言っていきます。最初が、4弦の10フレット、でその次が4弦の7フレットです。で2回目が12フレットに行きます。で7フレットに戻ります。はい、じゃあ次 A メロいきます。ここね、最初の4小節かな、まあ、ディレイかけて、なんかこんな感じなんですけど、これは2弦の10フレットと1弦の8フレットです。ディレイかければ多分一発ポンって鳴らしてポン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 みたいな感じです。で次5小節目からなんですけど、はい、ここは、3弦の7フレットと2弦の6フレットです。でここが、2弦の、6フレットと1弦の8フレットです。はい、じゃあ次サビいきます。はい、ここは全部パワーコードになります。でまたあのルートの音をフレットで打っていきます。最初の音が5弦の5フレット、で次が5弦の1フレット、でその次が、6弦の5フレットです。でその次が、5弦の5フレット3フレット1フレットです。はい、これの繰り返しですね。はい、これを8小節やります。はい、じゃあ次2番の、メロいきます。ここは、D マイナーのアルペジオですね。じゃあここの部分ゆっくりやります。Dマイナーの音の最後が、3弦の5フレット入ります。
はい、この先はね1番と一緒なんで多分大丈夫やと思います。はい、じゃあそんな感じでまた不定期にやっていくと思うんで、よかったらチャンネル登録お願いします。あと下の概要欄に各種 SNS の URL 貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。